エミネです。はい、今日の動画は高くても何度もリピしたいおすすめスキンケア紹介。多分皆さんご存知の通り、コスメ系は本当大好きで、毎月狂ったようにすごいスキンケアとかに関しても新作出たら気になって買ったりするのもあるし、ドラッグストアのアイテムからプチプラなものから結構気になったらすぐにこう物は試しだと思っていっぱい買って試すんですね。その中でもお値段が手に取りやすいものって自分で試せるけど、ちょっとお高めなものとかってどんなテクスチャーかもわからずに、なんか失敗したら嫌じゃん。肌の状態、肌質、合う合わないって人それぞれ違うと思うので、なんかエミネが紹介してたからって自分にとってもめっちゃいいんだって鵜呑みにしないで、欲しいのは欲しいんだけど、これは高いお金出して買ってもめっちゃ良かったなって、なくなってもリピするなっていうものを今回お伝えしたいなって思ってこの動画を作っているので、お金だったじゃんって怒ることはしないでくださいって感じです。まず一つ目から紹介していきます。まあ前提として私の肌質は、まあ、乾燥肌、生理前だったりとか体調とかによっては、まあ、部分的に乾燥しがちだったりとか、ベタつく部分が出てきたりの混合気味、最近ここの T ゾーンに大人ニキビみたいなのができだしたりとか、昔と肌質も変わってきて、多分これ年齢だと思うんだけど、そんな感じの肌質です。10月で30歳になるということで、年齢が出やすい口元のくすみ、たるみ、目元の小じわ、ほうれい線のしわ、たるみケア、シミ、そばかすケアをスキンケアで重点的に毎日やっております。高くてもおすすめしたいスキンケアアイテム一つ目はですね、こちらでございます。じゃん、ドクターシーラボの V エッセンスローション EXR 化粧水ですね。何回も紹介してるかな。とにかくね、この化粧水使い心地がかなりしっとりしてるのね。乾燥肌なのでサラサラ系っていうよりは結構しっとり系の化粧水を選びがちではあります。こんな感じで、まあサラサラとしっとりの中間くらいな感じ、かなり肌なじみがいいから、まあメイク前のスキンケアにも使いやすい感じ、ベタつきもしにくいし、必要な保湿感はしてくれるという、なんかねちょうどいい質感です。潤いで満たし、毛穴キメを整えたい方、ハリツヤ感が欲しい方、美容液レベルの化粧水を求める方、肌を柔らかく滑らかに整えたい方、これは今公式サイトを見てるんですけど、私もまさにそんとそうで、スキンケアに求めるのはスキンケアの段階でやっぱハリを実感できるもの、もちろん内側からのハリ感意識っていうのもあるし、やっぱ日常的な生活、しっかりと睡眠とったりとか食べ物とかもあるんだけど、ハリ対策をしていかないと本当にもうどん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 水分抜けていっちゃうので、やっぱハリを意識したスキンケアが大事で、ただ保湿のものを選べばいいってわけでもなくて、やっぱツヤ感出るもの、ハリ感出るものっていうものを追い求めるんですけれども、効果あったなって思うのがこの化粧水ですね。で、あと抗浸透ビタミン C、 クリニック級のツヤということで売ってるんですけども、多分知ってる方も多いと思うけど、まあ、ビタミン C ですね。この化粧水は肌のくすみだったりとか、シミそばかす予防、あとは美白ケアしたいよって方、30代からのこう肌ってやっぱねくすみがち、くすみをケアしてどんどん光をうまく取り入れられるお肌のケアをしていかないと本当に肌がくすんでいく。ビタミン取り入れたりとか、美白ケア、美白ケアしていけばいいってわけでもないんだけど、なんかそういうスキンケアを意識的にやってますね。金のもう一個ワンランク高い化粧水もあるんですけど、それはもうちょっとこっくりしてて好きで使ってるんだけど、秋冬って感じということで、お次こちらでございます。じゃん、オバジ10って読むかな、フレームリフトエマルジョン乳液です。ハリ乾燥が気になる肌へのアプローチに有効的なそうで、私これのシリーズが本当に大好きで、化粧水も使ってたし、洗顔もね 3,4 本使ったんじゃないかな。あの泡の洗顔があるんだけど、とにかくこのシリーズ使うとハリのこうケアをしてくれるような、そんなアイテムが揃ってます。ちょうど今の20代後半30歳以降くらいから欲しいような保湿感というか、私なんでこれが好きなんやろってずっと思うけど、いろんな乳液も買ってみた。これ使うと本当に肌の表面がふわふわもちもちになるの。この乳液を使うまではクリームも乳液もすごく苦手だったので、ね、これを使って乳液を使うのが大事っていう人の気持ちが分かった。保湿するってわけでもなくて、肌を柔らかくして次の工程に行くっていうことがこんなに大事なんだっていうのが初めて分かったのがこのオバジの乳液なの。肌が柔らかくなるってこういうことみたいな。硬い肌にはどんなに高い美容液も化粧水も入らないので、自分に相性いい乳液を見つけて柔らかくしてから次の工程に行くと浸透力全然違ってきますから、ちょい高なんだけど、まあ、挑戦してみてください。で、お次がこちらですね。
じゃん。エリクシールのレチノパワーリンクルクリーム。エリクシールから出てるレチノールになります。で、私は 15g。だいたい私1ヶ月くらいでなくなるかな。税込みで6490円です。日本で唯一シワ改善する純粋レチノール。で、歌っていいのは資生堂だけなの。レチノールはちゃんといいもの使った方がいいです。じゃないと効果がない。私的に今使ってるレチノールは3種類ですね。1つ目は、これね、エリクシールなんですけど、もう1個はクレドのセラムリッサーリッツ。これも資生堂なので、ちゃんとレチノールが有効成分です。これも後で紹介するんだけど、アイオペのレチノールなんですよ。アイオペのレチノールは私的にすっこれツルツルになるんです肌がね。なのでまたこれに関してはお値段もまあまあするので、ちょっとこれ後でまた爆当たりするんですけど、レチノールっていうものは私的にもうなくてはならない成分でして、シワたるみが改善されて保湿性が向上し、さらに保湿成分であるグリコサミノグリカンの量が増加することで肌の保湿力がより高まりますだそうです。なのでまあ毛穴の開きとかシミそばかすが滞らないように、新陳代謝上げるために使うとか、ハリ感を保つためシワ防止とか、そういうためにまあレチノールを使って、とにかくもう若々しい肌を保つためでは必要なんですよ本当に。やっぱ大信頼なのはこれ。 15g で6000円台ってさ、正直高いわけなんだけど、1ヶ月にその6000円かけるべきって私は言い切れるほどの効果がありますから、20代前半の頃くらいからゴリゴリレチノール使う必要はないのかなって私的に思うんだけど、目の横の小じわとかやっぱ蓄積していくわけだから、毎日ケアしていくことで何年か後の自分とかが全然違ってくると思うので、私は必要かなと思ってます。これね、目口元用なんだけど、全然頬とか鼻周りとかにもゴリゴリ使います。使い心地自体も伸びよくて、すごいねこうみずみずしい感じでスーッと馴染んでいくからもったいない量取っちゃった。クリームが苦手だよっていう人とかでも全然使いやすい。で、もう一つがこのレチノールなんですよ。アイオペです。なんかね、韓国のブランドのレチノールも私いろいろ使ってみたんだけど、このアイオペのレチノールだけが一番ズバ抜けていいんですね。なんならエリクシールとかを全顔に塗るよりも、このアイオペのレチノールを全顔に塗った方がツルツルになるんだと思って、こっちの方が好きまであるわけ。公式も7日間で内側から溢れ出るような密度弾力、7日で実感セラム。何言ってますのみたいな。1週間でそんな変わるわけないやんけって思うやん。3日くらいで変わったから。え、レチノール使うとこんなに肌ってふっくらするんだみたいなのを、なんなら1日くらいでえってなったわけ。1回ハマるといろんなもの試してみたくなっちゃって、こう探求心出てきて、最初ほどの感動ないんだよなと思って、じゃあ最初戻ってくるやん、これ使うやん、よすげーってなるわけ。これこれを熱量高く紹介してる人そんな見たかけたくないんだけど、私的に熱量一番高く紹介してるのはこのアイオペのレチノールなんですね。これとそんな値段は変わらないんだけど、これの倍の量は入ってるので 1.5 から2ヶ月くらいって感じ。失敗したくないし何使っていいか分かんないよみたいな人は、ぜひこのレチノールから始めてみてほしいなって思います。ということで、お次はじゃじゃん、こちらでございます。ポーラホワイトショットフェイシャルセラム 25ml の容量で、お値段が 16,500 円。まあリフィルになると気持ちやすくなる、 15,400 円になります。あのシミそばかすの消しゴムって言われてる美容液だよね。メラニンの生成を抑えてシミそばかすを防ぎ、肌荒れを防ぐほか、紫外線によるダメージをケアし、日焼け後のほてりを防ぎ、乾燥してくすんだ印象の肌に潤いを与え、ツヤのある柔らかな肌に整える。なんかこの文章を読むとちょっと弱いんだけど、これ16,000円もするじゃん、たった 25ml で。なんだけどまた何回もリピっちゃったわけ。使ってる時はなんかいい感じなの。くすみのない肌を目指すためには、こうシミとかそばかすとか乾板とか、なんかそういうここら辺のこうくすみとかをね、蓄積しないことが大事なんです。こう曇りのない肌だなって思うから、それを使ってる時に叶えてくれたのがこのポーラのホワイトショットフェイシャルセラムなわけですよ。じゃあここにシミがあったとしたら、こう部分的にこう塗り込むみたいなことができるわけ。結構そこのモヤモヤ感というか気にならなくなってきて、使ってた時は。で、1ヶ月くらい使わなかったことがあってね、その時になんか肌が微妙なので、この間アットコスメの購入品の時にもう1回使ったの。なんかいいってなったから絶対これなの。すごく私的に浸透力がいいなって思ったわけ。したらやっぱ浸透を追求して設計された処方らしく、あとはメラニンは表皮だけではなく真皮に落ちてたまる。だからそこの真皮に落ちたメラニン
をケアしてくれる、内側から発光してますみたいな感じがこれ使ってる時には出るわけ。ファンデの色を明るくするとかじゃなく、お風呂上がりの肌からもうなんか明るいみたいな肌にしてくれるから、蓄積してたものを解き放ってくれるみたいな感覚にしてくれる。だから本当マジ消しゴムって感じ、落書きしました鉛筆でみたいなものを消しゴムで消しますみたいな感覚がこの美容液ですね。本腰入れてこういうものに頼っていきたいなって思うので頑張って仕事しますみたいな感じで、お次はこちらでございます。じゃん、 SK-II のフェイシャルトリートメントジェントルクレンザーです。これは SK-II の泡洗顔料ですね。 120ml 9350円です。いいお値段するんだよね。さっぱりは洗い上がってるんだが、ちゃんと必要な分は残ってますか。この洗顔で洗った後のしっとりさを残してスキンケアに挑むと最高に肌がいい。洗顔とクレンジングって侮る流れだから、別に安いものが悪い、高いものがいいとかそういうわけではないんだけど、今までやっぱ使ってたのがこだわってたいいものだったから、クレンジングはとにかくちゃんと毛穴までアプローチできてメイクがしっかり落ちるもの、メイク残りをしっかり落としつつ肌の状態を整えて次のスキンケア工程まで綺麗に橋渡ししてくれるのが洗顔なんですよ。その橋渡しの洗顔自体も超大事だから、クレンジングと洗顔をなんか適当にとか思ってる人もノー。洗顔とクレンジングで肌ってもう本当に変わるから、本当に変わるから、それの前置きで言うとマジこれ最高なの、本当に最高級です。 SK-II ピテラと保湿成分を配合し、みずみずしい清潔な肌に整えます。透明感のある清潔でキメの整った肌へっていう風に公式は書いてるんですけど、 SK-II の、 ピテラっていう成分、特別な酵母の発酵から生み出した SK-II だけの天然由来成分なんですけど、まあ、私この成分すごく好きで、 C ラボも好きなんだけど、本当に SK-II マニア、 SK-II 信者。でも SK-II って正直めっちゃ高いじゃないですか。これを買うべきだよとか言うのは無責任というか、私がいいからっていいよいいよっていうのも違うかなと思ってて、今回 SK-II はなるべくあんま入れないようにしてたんだけど、クレンジングも好きだし洗顔、これはキリにもおすすめしたし、キリも多分買ってた本当に肌の表面がきめ細かくなる。使ってみて、肌もっちもちの、もっちもちの乾かしい肌になるから最高級を紹介しております。私の中で購入品とかでもさ紹介してないでしょ、こんなのとかこんなのとかさ、そういうことなのまあもちろん私も毎日このラインナップじゃなく肌の調子を見ていろいろ使うんですけど、こんな感じで美肌の道を目指してます。であともう一個あります、ちょっとみんなで一緒に行きたいんですけど、今ねちょっと大変なの、まーちゃんここで寝てるんですよ、どっちようかな、行けないかもしれない。はい、ということでお風呂場に行きました。で最後に紹介したいのはリファファインバブル、リファのシャワーヘッドになります。でお値段が税込みで3万円です。いいお値段ですね日本発祥の技術、ウルトラファインバブルとマイクロバブル。ウルトラファインバブルが毛穴の奥まで入り込んで汚れを取り除き、マイクロバブルが毛穴に詰まった大きな汚れを浮かして取り除きます。肌のこう汚れをさ取り除くをなんかこう意識するシャワーヘッドって今まであんまこうシャワーヘッドに対して求めてなかったなと思って、でもこれに変えてからこういい感じな気がしてて、でね4つモードがあるわけ。まあこれはまず、ストレート、全身を包み込むように一気に浴びられる流水、シルキーバスで素早く作るときはこのモード、シャワーヘッドを浴槽に入れるとこういうなんかわかる、細かい泡が入ったシルキーバスができるんですよ。これ次、ピュアストレート、ちょっとさっきより細いステンレス板から構成される細かくて密度の高い水流、肌に優しくでもたっぷり浴びたい時に、さっきよりもなんかちょっとねこう柔らかい、もうちょっとこう肌柔らかく当てたいなみたいな人はこれ。ポイント Z、 ポイント封鎖で最も水圧が高い水流、頭皮に通用すれば爽快なヘッドスパのような体感を気軽に味わえます。すごくないこれ、温泉の打たせ湯みたいな感じで、肩に当てても気持ちいいし、頭に当てるとヘッドスパみたいな感じになって、これめっちゃ気持ちいいからよくね頭に当ててパンして、最後これ、これが一番私好きで、ミスト、驚くほどきめ細かく包み込まれるようなミストでふんわり優しく洗い上げます。顔などの刺激を下げたい敏感な部位に、これもう本当に見えないでしょ、キリキリ
こう顔にねシャワー当てるとやっぱ刺激が良くないわけ。たるみの原因だったりとかあんま良くないから、私あんま直接シャワーを顔に当てないんですけど、このミストを当てていいらしい。本当もう霧だから、でこれで最後体仕上げるんですよ。最後お風呂場からなんですけれども、以上です。私の渾身の高くても買うべきだよおすすめアイテム、ぜひ気になるものあったらチェックしてみて真似してみてくださーい。まーちゃんお風呂場から出てこないの？まーちゃんそこで何でするの？バイバイまーちゃん、おやすみ、バイバーイ。